君お元気ですか？アルディスコレクションミュージアムの中村です。いつもありがとうございます。ですね、今回も沢田研二さんのジュリーはすごい、やっていきたいと思います。今回はですね、いよいよザ・タイガースが解散をして、次に新グループピークを結成ということになるんですけれども、そこら辺の話をちょこっとね、したいと思うんですけれども、そもそもというか元々はね、井上隆之さん、スパイダースの井上さんが、新グループを結成する、作るということでですね、メンバーをまず集めたいというところから始まるわけですよね。そこでまずは盟友、同じスパイダースにいた大野さんに声をかけて、まず大野さんキーボードが決まるわけですね。そして、同じ事務所ということでですね、テンプターズにいた証券ボーカルに、声をかけるわけですね。そうすると、証券が、もちろん井上さんとやるっていうのはもう大歓迎ですからいいよってなって、そして、井上さんに、証券から、大口さんも一緒にということで、ドラム、誘って大口さんが参加します。ここでスパイダーズから2人、テンプターズから2人ということになりました。そして、じゃあベースはどうするんだっていう話になりますよね。本当でベース、いろんな方が、候補に上がってたらしいですけれども、井上さんが目をつけたのが岸辺治美さん、後の一徳さんですね。そしてところが、まあ進行があまりなかったんですよ。実はその前に、タイガースの、素晴らしい旅行で、井上さんはアレンジをしているんですけれども、メンバーとはそれほど実はその当時はまだなかったということで、同じスパイダースにいた釜安博さん、ムッシュ、釜安ですね。ムッシュさんが、実はサリーに、岸辺さんの、サリー&シローっていうアルバムありましたよね。そこに、どうにかなるさっていうのを、まあ、提供したり、後の次のアルバムですね。タイガースの最後の自由と憧れと友情、その中でも脱走列車とか、まあ、何曲か、釜松さんがあったり、で、田園コーシアムにも、釜松さんがゲストで、出てたりして、まあ、進行があったんですね、釜松さんが。それで、スパイダースの、まあ、その、井上さんがね、同じバンドですから、で、釜松さんに、その声をかけてくれないか、サリーを誘ってくれないかとお願いしたんですよ。で、釜松さんはその井上さんから話を聞いたときに、その新バンドを作るっていうときに、聞いたときに、じゃあ、俺もきっと誘われると思ってたらしいんですよ。だから、一緒に、釜松さんはできるもんだと。だから、井上さんと、だから、ギターは井上さんと釜松さんと、スパイダーズから3人、スパイダーズから、3人、テンプターズから2人で、ほんで、岸辺治美さんが入ってっていう、思ってたらしいんですよ。ただね、釜松さんはいらないって言われちゃって、要するに釜松さんが入っちゃうと、釜松色が強くなっちゃうじゃない。当然もう、もう、すごいですからね、釜松さんはその、もう、まあ、色というか、もうそうね、で、井上さんはそのロックをやりたい、もう本格的なロックをやりたいっていう頭が考えがあったので、ムッシュさんが入っちゃうと、まあ、ちょっと違うというか、まあ、もう釜松色になってしまうというのがねあったらしくて、まあ、で、まあ、釜松さんは紹介はしてもらうけどメンバーでいらないって言われちゃったらしくて、そこでねってなったらしいんですけど、まあでもまあでもまあ釜松さんとしてサリーにね、一徳さんに、井上さんがバンド作るって言ってるんだけどどうって、ほんでサリーはもう、あ、もうじゃあぜひぜひって言うんで入るんですよ。ほんでその入る時に、入ってからというか、まあ、その頃にだから沢田さんの方からですね、一徳さんに、ジュリーからサリーに、サリーはどうするのって言って、みんな、もう太郎は新しいバンド作っちゃったよって、作るみたいだよって言うんで、シロはなんかもう、なんか、ブレッド&バターと一緒にやるしって言って、サリーはって言うんで、いや、実は井上さんからこう話があって、僕はそこに入ることになったんだっていうことになって、で、ジュリーは、まあ、控えめですから、ですから、そうなんだっていうことを言って、で、ジュリーは事務所からはね、盛んにソロでやりなさいみたいな、やっていけばいいじゃないって言われてましたから。で、悩んでたんですね、ジュリーは。もう会社からはソロでって言われてるし、でも自分はソロでやる気はない。
なかったんですよね。だでも、ほら、太郎さんみたいに、じゃあ自分が、中心になって、バンド作るとかっていうのも ないしっていう、どうしようかなっていうとこあったところで、サリーが声をかけてくれて、じゃあ、沢田も一緒に来るって、井上バンドに井上さんと一緒にやるっていう話でして、たら、もう、あ、それもしできるならっていう話で、で、井上ちゃんに、じゃあ、聞いてみるねって話言ったら、もう井上さんも大歓迎で、あ、ジュリーが一緒に、沢田が来てくれるのはもう大歓迎だよ、みたいな感じで。で、もちろん、証券もね、あ、ジュリーと一緒にできるなら、もちろんだよって、いいよって話で、あ、じゃあ6人でやろうって。ここで、初めて、222ってなるんですよ。タイガースから2人、スパイダースから2人、テンプターズから2人と。ここでそういうスーパーグループができたんですよ。だから決して、商業的にね、GS の、要するに、雑誌だとか、そのマスコミが言うように、狙って作られたグループじゃないということです。もうそこで、たまたまその人数が222というバランスでできたというだけのことだったんですよ。ということは覚えておいた方がいいと思います。そして、スーパーグループになってるわけですね。そして、名前もですね、ピッグっていうね、豚っていうね、本当に、これからちょっと、俺たちは豚になって頑張るんだっていう、なんかね、そういう決別宣言とか、もう今までの俺たちとは違うっていうところをね、見せて本格的なロックをやっていこうっていう、ところだったんですよね。まずはね、前座でね、ロックの、B.B. キングっていう方がいるんですよ。ブルースの、すごい方がいて。その方の前座ということでね、まずテスト的にまず出演してみようみたいな、やってみようみたいな感じで、そこでまず演奏するわけですね。あの B.B. キングですよ。すごくないですか？もう、ジュリーもすごいですよね。あの彼の前でね、こう歌を歌うっていうのはね。そして、初めて出た、レコード、シングル版。これがね、デビュー曲ですけども、花太陽雨というね、シングル版が出ます。これがね、作詞がなんと岸辺治美さん、一徳さんですよね。そして作曲が井上隆之さん。アレンジはピーク全員でということで、出たんですけども、もう前評判の、要するにそのスーパーグループって言われてたのに対しては、すごくいい曲なんですけど、地味ですよね。はい、で、要するに、あれは狙ったわけではないんですけども、まあ、要するにその、ジャーンっていうギターから始まるんですけども、響きから始まるんですけども、あれは、要するにその当時ね、ビートルズが、解散をして、その後、ジョン・レノンが、ソロでね、出したアルバム、マザーっていう曲があるんですけども、あれが鐘の音で始まるんですよ。カーンっていうね。それにちなんだわけではないんですけども、あれを意識して、要するにロックはこうだっていうね、それでも、ジョンのその、アルバムも、ジョンの魂っていう放題がつきましたけども、これもね、シンプルな音作りなんですよ。すごく。それで、今回のそのピックもね、音はね、それに、順次してというわけじゃないですけども、まあ、シンプルな感じで。でも、要はね、レッド・ツェッペリンだとか、ディープ・パープルだとかね、ハードロックがブームだったんですよ。だから、聞き手側としては、これからはロックだって彼らが言ってたので、そこら辺で来るんじゃないかと。要するに、ハードロック系で来るんじゃないかと思ってたんですよ。要するに、もう、ブラック・ナイトだとか、ハイウェイ、ね、スターだとか、まあそういう、なんかこういう、じゃ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 みたいな、こう、もうすごいハードな感じで来るんじゃないかと思ってたらいきなり、じゃーんで始まって、ね、たっ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 て、もうシンプルでしょ？でもう、だから、名曲なんですけれども、すっごくいい曲で、もう自分も大好きなんですよ。大好きなんだけど、果たしてこれがセールス的にはね、聞いた時には、ん？っていうね、それしかも長いっていうね。5分以上ありましたからね。だから当時としてはちょっとねっていうね、ところがあったんじゃないかなと思います。うん。そしてね、B 面ですけども、この B 面がね、安らぎを求めてっていう曲で、これはもう本当に、またこれがもう井上さんらしい、ちょっとブルースロック的なね、もうギターソロがもうガンガンのこう、
素晴らしい曲なんですけども、こちらはね、作詞がまた岸辺治美さんなんですよ。そして、作曲がなんとジュリーです。すごくないですか。もうこれでね、あ、もうちょっとそこら辺はね、だから両面とも、だから両曲ともメンバーが書いてるということでね、あ、やっぱり今までのタイガースとはちょっと違うなっていうね、ところは感じましたけどね。まあやっぱりでも2曲とも、まあちょっと、ブルース的なところが入っているというか、まあちょっとね、だからもちろんタイガースの時みたいにこう弾けるような感じではなかったけども、まあ大人になってロックっていうのも、彼らのロックっていうのはこういうロックなんだ。だから後世というか、後にね、そういう評価されて高くなって、やっぱりスーパーバンドだったとか、いいバンドだったってなるんですけど、当時はね、なんか、暗くなったイメージというかね、なんか落ち着いちゃったというかね、なんか、っていうところがあったんですね。そして、ファンの方も、ジュリーと賞金が一緒になるっていうので、事務所はね、ジュリーで1万人だ、証券も1万人呼べる。これもう2人で、もう2万人は呼べるみたいなね。もうドッキリ会場でもバンバンできるぞ、みたいなね。ところで、思ってたはずなんですけど。ところが、蓋を開けてみたらね、ライブハウスでまずやってみたらもう、200人も入ってないみたいなね。なんか、ファン同士がなんか反発しちゃうというか、なんでしょうね。これはね、よくわかんないですけど、今は。そういう時代だったんですよ。で、夏にロックフェスに、レコード出た頃っていうね、出たんですよ。ロックフェスって。ロックフェスに出たら、今度はね、今までそのロックっていうのはこう、なんだろう、マイナーなジャンルではないんだけど、いまいちちょっと商業的ではないところがあったんですよね。で、GS でタイガースだとかテンプターズだとかスパイダーズっていうのはこうトップな人たちだったじゃないですか。要するにアイドルの世界とか、要するに歌謡曲と言ってもいいような感じの GS で、要するに商業音楽じゃないけど、そういうの見られてて。で、ロックに来て、前ら今更ロックをやりたいなんて贅沢だっていうか、なんだろう。なんかそこの、ね、反発を食らっちゃうんですよね。で、ロックファンから、今までの、お前ら帰れみたいな、お前らのロックじゃないとかで、まだ演奏する前からですよ。前からもう、なんか、空き缶投げられたりね。なんか、すごいなんかね、待遇を受けましてですね。ピークがすごいブーイングを受けちゃったんですよ。で、今でこそね、そんな、と思いますけど、もう、要するに今まで、散々金を稼いできた奴らが今更こっちに、ジャンルに入ってくるな、みたいなね。なんかそういうところをね、なんか、もらっちゃったみたいで。なんかそういうことがあったりして。で、まあ、やって。そして、ピックの2枚目が出ます。これがね、自由に歩いて愛して。これがね、またいいんですよ。こっちをね、デビュー曲にしたらね、ピックのイメージは、ね、だいぶ変わったと思いますね。本当にツインボーカルの最たるものって出たし、真ん中とかはもうジュリーがソロで、撮ってますしね。作曲は井上さんです。で、作詞はね、安井和美さんが、やってるんですけどもね。だからそういった意味ではプロの、作詞家を起用してるんですけども、こちらがね、本当に、自由に歩いて愛してっていうのはね、名曲でね、こっちをもしデビュー曲にしたら、ピックのイメージはだいぶ世間のイメージは変わってたと思います。そして、この後ですね、デインコロとかやって、行くんですけども、要するにその最初のイメージっていうのは、そのみんな思ったロックのイメージとはちょっと変わってたとか違ってたので、正直、セールス的なね、いまいちなとこがあったんですよ。で、だが、事務所側としても、宝の持ち腐れじゃないですけど、もしこのままやってても、どうなんだってなって、ジュリーに、やっぱりソロで、君は行くべきだよっていうところの話が持ち上がるんですね。ほんで、ジュリーはいや、このままもう仲間とね、一番楽しくやってるんだしっていうところはあったんですけども、まあ、そういうセールス的なね、もうところがあったんで、早いですけども、もうこの年の暮れぐらい、もう11月ぐらいに、だから、じゃあソロでっていうことで、出ます。
それが君を乗せてです。これがもうあの宮川先生ですね、宮川康さん先生の作曲で、出るんですけれども、当時、沢田さん自身はこの曲はあの布施明さんっぽいっていうかね、なんかいかにもソロっていう感じの曲で、実はあんまり気に入ってなかったみたいです。ところがまあ後にね、もうやっぱりいい曲だったっていうことで、やっぱりあのお気に入りっていうか気に入って、歌い続けることになりますけども、後にですね、宮川先生がね、最後の頃っていうか、晩年ですね、晩年に、インタビューで、宮川先生、インタビュアーがね、インタビュアーが、宮川先生は数々の、ヒット曲作られていますよねって話になって、その、ザ・ピーナッツのね、こういうの、風画だとか、なんだかんだって、宇宙戦艦ヤマトも作られてますし、そういう、いろんな大ヒット曲を作られてますけども、先生ご自身の中で一番好きな曲は何ですかって言った時に、宮川先生は、いや、実は売れなかったんだけどね、沢田研二くんに書いた君を乗せて、これが僕が一番好きでしたとおっしゃったんですよ。すごくないですか？もうね、もうやっぱりジュリーってそういうところがあるのかなっていうか、みんなからその一緒に仕事してやっぱ好かれるっていうか、そのね、セールス的なベストしてね、一番好きな曲だっていうのはすごい。後にほら、悪友先生もね、一番好きなのは時の過ぎるままにとおっしゃってましたからね。もうやっぱりすごいですよ。うん、この君を乗せてで、要するにソロデビューをするわけですけども、そしてもうその次に、もうこの年の暮れにはもう日生劇場で、ソロコンサートをやるんですけれども、この時に、要するに沢田がソロをやるってなった時に、沢田さんは一つだけ条件をつけました。事務所に。これはね、沢田さん自身初めてのことだったと思います。事務所にその、文句じゃないですけども、希望を出したというのはね、沢田さんご自身が、その事務所に対して、こうしてほしい、こうしてくださいっていうのは初めてだったと思うんですけども、それは何かというと、自分が、要するにライブをやるときとか、テレビとか出るときには、極力というか、絶対、井上さんたちと一緒にやらせてくださいと。要するに、井上さんとか大野さんとか、要するにピックのメンバーですよね。ピックのメンバーを常に自分のバックとして使ってくださいと。要するに、ここで井上バンドが誕生するんですよ。これが日本初のバックバンドです。すごくないですか？要するにそれを飲まなければ僕はソロにはならないって言ったんですよ。これはすごくないですか？うん。要するにもう、いわゆるソロってなったらもうオーケストラでバックでやるのは当たり前だと。要するに君を乗せてもレコーディングはオーケストラでやってるんですよ。なんだけど、ライブは井上さんたちがいなければ歌わないって言ったんですよ。それはすごいですよね。その頃ですけども、実はですね、大口さんがね、実はピックをね、まあそういう空き缶投げられていろいろあったってこともあるのかもしれないけど、まあ他にもいろんな事情はあるのかもしれないんですけども、辞めちゃいます。そして、要するに大口さんが辞めて、そしてドラムがですね、当時、有名なスタジオミュージシャンだった原田悠仁さん。彼が、ドラムとしてピックに参加することになるんですね。そして、証券がですよ。そうすると、大口くんを入れてくれと言ってた手前です。その大口がいなくなっちゃった。そうすると、あまり面白くないですよね。正直な話。うん。そうするとね、だんだん、興味が、証券は、歌にはジュリーにかなわないっていうのはもう分かってましたから、ってなってて、面白くないなってのは実は感じてたと思うんですけれども、まあそこで、だんだん証券もね、ちょっと、これからの先を考えるわけですよね。どうしたらいいかなと。そういった時に、これから役者かななんて思ってたんですよね。でも、そこまで踏ん切りもついてなかったんですけども、実はね、この頃にね、
日本テレビの、岡田プロデューサーという方が一つの企画を持って鍋プロにやってきます。それは、新人の刑事が、活躍するテレビドラマです。そしてそれは、1年というか、まあ2年とか、まあできれば長くやりたいんだけど、まあ最低1年で、毎週放送のテレビドラマ、それが実は太陽にほえろです。そしてこれの新人刑事役を岡田さんが指名したのが、というか希望したのが沢田研二だったんですよ。ジュリーを使って新人刑事で毎週放送するっていうドラマをやりたいって鍋プロに持ってきたんです。ところが沢田研二さんちょうどソロになった子だし、まあピークはあれでしたけども、まあスケジュールがもうコンサートも決まってますし無理だと、うん、ほんでじゃあって言って無理です、沢田研二は無理ですって鍋プロの人に言われて、で沢田研二の代わりといってはなんですが、同じ今一緒にバンドをやっている萩原健一はどうでしょうってなるわけですね。ほんと、そのテレビのプロデューサーは実は知らなかったらしいんですよ。で、証券っていうのを紹介されて、で、プロデューサーはよく分かってなかったんで、証券のが出たっていう映画を見させてもらったらしいんですよ。約束です。約束という映画をちょっと見させてもらって。そして、まあ、うん、いいかもしれないって言うんで、で、プロデューサーが証券に声をかけるわけですね。で、どうですかっていうの1年間ですけども、まあ、最低1年なんですけども、まあ、やってみませんかってことです。で、証券は、うん、やってもいいけど、一つ条件がある。それは何ですか？それは今僕はバンドをやってて、ピックというバンドをやっているんだよって。で、演奏をね、井上隆之、大野勝雄、ベースの岸辺治美さんで、ドラムの原田悠仁さん、この4人でやっているこの彼らの歌っていうか演奏ね、要するに彼らが演奏しているのを主題歌で、主題歌とか要するにそれをバックで演奏しているのを使ってくれるなら、劇版で劇映画とかそういう仕事を全部くれるんならやってもいいよと。なんか偉そうですけども、まあ、そういうのをつけたらしいんですよ。で、それまで、プロデューサーも、音楽はじゃあ誰に頼もうとか、そういう劇映画とかそういうのを迷ってたらしいんですよね。で、まあ、物は試しではないですけども、まあ、じゃあ、まあ、それで、証券が OK してくれるんならいいんじゃないかと思って、じゃあ、とりあえず、まあ、テストみたいな感じ、じゃあ、作ってください、じゃあ、お願いしますよって言って、で、大野さんに話が行くんです。で、大野さんがそれで作った。で、一番最初に作ったのが、実は、追跡のテーマだったかな。なんか忘れちゃったけど、その、ほんとは太陽のほうのテーマじゃなかったんですよ。で、もう一曲が太陽のほうだった。ほんで、あ、こっちの曲がテーマソングにぴったりしたっていうので、それで、太陽のほうのテーマが決まるわけですね。で、彼らに、で、大野さんに、じゃあ音楽は任せようと。要するにロック系の、サウンドの、ドラマになるんですよ。これがね、大当たりすることになるんですけれども、そして、だからジュリーに最初に話が行った。そして、その代わりと言ってもなんですけども、証券がその入ったというドラマにね。そして、まあ、二人の友情はすごいね、続いてますから、もう、すごくいい話だったと思いますけども。そして、この太陽に吠えろも、ジュリー当然、20話ですけどもゲスト出演することになります。そこら辺の話とかですね、またちょっと詳しくというか、また今度次回にお話をしたいと思います。今回はこの程度で、またね、いつもありがとう。